株式会社間組はかつて存在した日本の大手建設会社。通称土木の名門ダム狭間。建設業界では青山と呼ばれていた。一般には会社名をカタカナ表記の狭間としている。2013年4月1日付で安藤建設と対等な精神に基づいた九州合併の方式による合併で株式会社安藤間を設立した。 東京都港区虎ノ門に本社を置く中堅ゼネコン。売上高における土木と建築の比率は5、5。古くから土木工事全般の名門として知られており、土木の名門、ダム狭間などと称されていた。土木分野は業界大手を誇っていた。特にダムについては業界トップ級で、国内の志向数は戦前では業界1位、戦後も業界2位を誇り、 日本国内では、黒部ダムや、三ボロダムなど数多くの実績を持つ。また、トンネル工事も、業界大手級で、関門トンネルや、青函トンネルなど数多くの難工事を手掛けた。また、トンネル工事の名門と評されていたゼネコーンの中では、珍しく、佐藤工業をはじめとする、北陸系の企業ではなかった。一方、建築分野でも、 1997年から2001年まで世界一の高さを誇ったマレーシアのペトロナスツインタワーなどを手掛けた。また特殊建築としては日本国内の江戸木城各建築の復元工事に定評があり、鉄筋コンクリート構造の名古屋城、藍津若松城や伝統工法による木造復元の白石城、イオース城などが知られている。長い間本社を 外苑前駅周辺の処位青山地区に構えていた。そのため、伊藤中商事東京本社ビルや、ホンダ青山ビルなど、青山周辺に本社を構える企業のオフィスビルの多くは、当社が手掛けており、南青山外苑地区に多くの試行物件を持つ。2002年に破綻した日産建設の本社は、南青山に所在した。また、三代目社長である、 神戸万之助は、皇居工事1万円落札事件を起こすなど、皇室数拝者で有名であり、外苑前に鎮座している明治神宮再建工事や、明治神宮野球場改修工事等も担当した。1992年のピーク時には順、大手規模の7000億の売上高を誇っており、バブル期に、ゴルフ場開発や、狭間三沢都市開発を設立した口開発等を、 行っていたが、バブル崩壊後に、前述の経営方針がたたり財務が著しく悪化した。くしくもバブル崩壊を決定づけた、山市証券の本社ビルであった、茅場町タワーは、当社の施行物件である。2003年、不動産部門と建設部門で会社を分割。不動産部門を継承した、旧館組を、青山管財に、社名変更。 建設部門を新会社としてまくみを設立。同社を安藤建設と資本業務提携するなどして経営を再建。2012年5月にはさらなる収益力の強化を目指し、2013年4月1日付で資本業務提携先である安藤建設と対等な精神に基づいた合併をする計画を発表した。 九州合併の方式による合併で、称号は株式会社、安藤、マとなる。2 0 0 9年4月度こうして倒産した、月次詳細こうして倒産した、最新記事東京商工リサーチ www.。www.tsr-net.co.jp。2018年10月31日閲覧。商項目辞典、ブリタニカ国際大百科辞典。 マクミトは引くコトバンク。コトバンク。二千十八年十二月四日閲覧。はざまの次は、西松建設ゼネコン再編のターゲット。ビジネスジャーナル、ビジネスジャーナルビジネスの本音に迫る。二千十八年十月三十一日閲覧。マグミ、マグミ百年史年九百四十五から九百八十九写真編、渋沢写真データベース。 shashi.shibusawa.or.jp2018 年10月31日閲覧 AB& 建設株式会社と株式会社間組の合併契約締結に関するお知らせ一関組側から発表されたリリース2012年5月24日掲載閲覧 AB& 建設株式会社と 株式会社間組の合併契約締結に関するお知らせ一安藤建設側から発表されたリリース。内容は前景の間組からのリリースと同じである。2012年5月24日掲載閲覧。ありがとうございます。